19年前、死闘を繰り広げた男たち。男たちには残された家族がいた。てめえの亭主はクソだな、おねやろ。あやとは私の宝物。ご政界が潰れれば、潰された大越組最高すっからよ。助けてくれない。私の命の型を奪い返したい。父を撃ったのは誰ですか？現場を見たのはあなたしかいないんだ。一生飼い殺しにしてやつからな、おねやろ。飼い犬が飼い主に噛みついたらどうする？恨みを晴らすには隠し金を奪うしかない。やるしかないでしょ。あとは一緒に行くってか。よっしゃ行くぞ。また会おうぜ。見て食おうと焼いて食おうと好きにしろって言われてんだよ。奴らと一緒に殺しに来たか。ああ、お前らは敵同士が治ったのか。命を燃やして生き残るのは誰だ。